ス春天皇は日本の第32代天皇。意味川初瀬ベの古時期には長瀬部若鈴目天皇とある。寒風志号のス春天皇は代々の天皇と共に、大海の三船によって名付けられたとされる。金明天皇の第十二王子。母は蘇外なめの娘、小姉君で、美達天皇、陽明天皇、水孔天皇の異母帝にあたる。 大臣の蘇我馬子によって推薦され即位した。一方、大連のモノノベモリアは、同母兄の穴ホべ王子を即位させようと図るが、穴ホべ王子は、蘇我馬子によって殺害されてしまう。その後、蘇我馬子は、モノノベモリアを滅ぼし、これ以降モノノベ氏は没落してしまう。モノノベ氏の没落によって、金明天皇以来の数物廃物論争に決着が、つき。 宝皇寺の造寺事,事業が行われた。しかし、即位した後でも、政治の実験は常に、孫が握っており、次第に不満を感じるようになった。592年10月4日に、イノシシを献上するものがあった。天皇は、害が棚を抜いてそのイノシシの目を刺し、いつかこのイノシシの首を切るように、自分が憎いと思っているものを切りたいものだと発言。 そのことを聞きつけた孫が、天皇は自分を嫌っていると警戒し、部下に暗殺命令を下した。そして、東国の朝を進めると偽って、天皇を儀式に隣席させ、その席で東後間に暗殺をさせた。天皇が殺害されたのは、確定している例では唯一である。死亡した当日に葬ったことと、領地、領土がないことは、他に例がない。近年、 歴史学者の佐藤長人は、大殺しという異常事態下であるにもかかわらず、天皇暗殺後に内外に、格段の動揺が発生していないことを重視して、孫個人の作動ではなく、多数の皇族、軍神の同意を得た上での、宮廷クーデターであった可能性を指摘している。ス春天皇倉橋の岡陵奈良県桜井市、ス春天皇倉橋の芝垣宮伝承地奈良県、桜井市、 スシ天皇の御捧ぎは、宮内町により、奈良県桜井市大和倉橋にある倉橋の丘陵に、自乗されている。宮内町上の形式は遠急。日本初期のスシ天皇の5年11月上に、孫すくね、軍神を、さめて曰く、今日、東国の朝を進むる。という、すなわち山とのあやただしごまをして、天皇をしいせまつらしむ。是の日に、天皇を、 倉橋の丘領に葬りつるとある。演技式書領式に無領地、無ことある。領母要欄では、所在地を奈良県桜井市大技倉橋矢座金福寺席とする。現在、須春天皇陵は倉橋の芝垣具の旧地と伝えられてきた小田、天皇屋敷にある。同地に、須春天皇の位牌を祀る金福寺があったことから、領地として決定したという。 1876年、奈良県十四郡倉橋村にあった鈴目塚と呼ばれる古墳が一旦ス春天皇陵として自情されたが、1889年に現在の三笹に改定された。ただし、根拠には乏しいといい、近年では桜井市倉橋にある巨大宝墳赤坂天皇山古墳をス春陵とする森光一の見解が有力視されるようになっている。 同古墳は6世紀末から7世紀初頭に、築造された宝墳で、東西45.5メートル、南北42.2メートル、高さ約9.1メートル、全長17メートルの横穴式石室を持つ。また、イカルガ町法流寺にある、藤の木古墳の被装者を、ス春天皇とする説もある。皇居では、高麗殿において、他の歴代天皇、皇族と共に、 天皇の霊が祀られている。在位念と西暦との対照表。ありがとうございます。